中原警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つ。川崎市警察ブレーカー第三方面に属する大規模警察署であり署長は警視が担当する。識別証所,所属表示は SD。当初は武蔵小杉駅に近い国道409号沿いの商店街の一角に立ち、館内には他にも中原街道や津波島街道などの 主要幹線道路が集中し、武蔵小杉駅や武蔵新城駅、東急線の元住吉駅周辺等、複数の街頭犯罪多発地域を抱え、古くからの下町が多く残る一方、近年の武蔵小杉駅周辺再開発事業により、人口流入が顕著となった、およそ25万人が居住する川崎市、中原区全域の治安を担っている。館内に、 朝鮮総連南武士部が存在する。また、管轄区域北側が東京都と隣接していることから、しばしば警視庁と相互の緊急配備や事件手配が行われ、その訓練も行われている。署内には、川崎市警察部が併設されているほか、警備部直轄警察隊が配備されている。また、管轄区域内には、神奈川県警察第二機動隊、並びに、 県警察学校、木月文校も所在する。平成28年、繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため、当初に街頭防犯カメラシステムが導入されたことにより、区内各所に設置された軽重台の防犯カメラから、即座に犯罪現場の映像が受信できるようになった。以前の庁舎は境外で駐車場もなく、署の前は常に混み合っていたが、 新庁舎には駐車場も完備された。川崎市警察部も同所在地。ありがとうございます。